やあ、俺シャットー心理19歳、適当に生活してたらなぜか手から炎が出せるようになっちまった。しかし、手から炎が出せるってだけで強いとは限らない。だから俺は自分の腕を確かめるため、ある大会に出た。その名も、ギガンスパイダーカタストロフィー。略して GFC、そう、GFC。世界中の猛者たちが集まる究極の大会、一瞬のミスすら許されない過酷なバトル、脳死で戦うなんて愚の極み、ちゃんと脳みそ使わんと絶対に勝てない、そんな大会です。実際に出場してみましたが、一回戦で負けました。対戦相手は、マネコでした。マネコは、強者の一人で、その他にも、ハンセ、デビルオールビデ、クイーン、セレア、ゼロス、風骨風神、骸骨雷神、そして、宇宙トップレベル級と言われている、月の帝王、イナバウアーオドキ、太陽シンクロミスフレア、この二人は、簡単に言うと、バカみたいに強いやつです。SSS ランク以上のキャラランクです。でもこの二人は、GFC の大会に、出場したことがなくて、月の帝王は、私は月を守るのが仕事なので、月から離れて地球の大会に出場する暇はないと本人が言っており、太陽神は、地球はどんな日でも晴れにしたいので、私は大会に出る暇はあまりないと言っていました。なのでこの二人が GFC の大会に出場することは多分ないと思います。この二人の話はここまでにして、実際に自分が GFC の大会に出場して、あることに気づきました。そう、手から炎が出せるだけでは強いとは限らないことです。弱者だけと戦って強がるのは違う。いろんな相手と対戦して、自分に何が足りないか、相手はどんな戦い方をしているか、いろんなところに目を向けるのが大事だと思いました。皆さんも、ギガンスパイダーカタストロフィーに参加して、対戦のあらゆるところに目を向けてみませんか？最後までご視聴ありがとうございました。